こんにちは皆さん、高橋団です。今日も元気よく皆さんに世界の相場のアップデートをしたいです。はい、特に今日は、何百の質問が来てるのは、団今世界の相場が回復してるじゃん、この下落もう終わったの、終わったんじゃないの。今日のニューヨークダウとか見るとほとんど金曜日の下落を回復してますね。 1.76% ぐらい上がってます。ヨーロッパも今日上がっている。それとアジアを見ると、特に今日日経平均はなんと 3% 以上も急反発してます。そこではなく、原油とかもすごい今日上がっていて、米国債の利回りも少し今日上がっていました。はい、なのでこの急落終わったのか、回復本物なのか、僕はまだ疑問を持ちます。はい、その理由を解説していきたいと思います。それと最後に皆さんがどういうふうに今お金を守れるのか、それと今適切な投資方法は何なのか、その解説もしたいと思います。新しい商品の皆さん、僕は元ウォール街のトレーダーです。詳しくはぜひ概要欄の方をご覧ください。皆さん、これからもチャンネル登録といいねボタンと登録ボタンの横の通知ボタンを押していただければ、アップデートがあるときに通知を出します。皆さん、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。現時点今は日本時間の6月の22日で午後の3時20分です。はい、皆さんいつもの通り毎日日本語の動画を、英語バージョンに通訳してますので、そこも全部ただ無料なので、そこも興味持っている方はぜひ英語チャンネルの方を見てください。自分で自動字幕をつけながら毎日1分2分だけで英語レタラシーも上げることができると思います。英語が読み取れるといろんなニュースがもっと早く、速報ニュースが特に投資ニュースでは、得られると思います。それとまだ新しいエンジニアを何人か募集中です。はい、リモートワークどこで働いてもいいです。なので経験を、この条件を満たす方のみ、メールの方を押してください。下の概要欄の方にメールがあります。早速ですね、まずは今日なんで世界の株価がこう急反発したのか、今日大きなニュースはあったのか、はい、そこに対しての解説をしていきたいと思います。今日は特にでかいニュースはあまりなかったかなと思ってます。今は中央銀行がどう言ってるのか、これからアメリカの中央銀行 FORB がいつ利上げをするのか、テーパリングするのか、それが一番の注目ですね。はい、で特に今日はいろんな、連銀総裁、それとヘッジファンドのマネージャーの、発言がありました。はい、今日はダラスの、連銀総裁のカプランさんがすごい、多可的なことを言いました。金曜日のボラードさんと同じように言っていることは、これから、インフレはもう少し上がり続けるのではないか、利上げも、2020年にも検討してもいいじゃないか、来年にも始めていいのではないかということを言っていました。それだけ この2人だけではなく、実はレイ・ダリオというとても有名な、投資家ですね、はい、がヘッジファンドマネージャーが、言いました。彼も、この一時的インフレーションは多分一時的じゃないかもと言っていたので、こういう著名投資家が、多可的なことを言うと少しマーケットも、警戒感を感じるかなと思います。で、逆に今日はニューヨークの連銀総裁は、チーフ・ウィリアムズの方は、ハト的なでしたね、はい、まだまだこれはインフレは一時的で、彼もかなりインパクトはあると思いますので、今日のニュースを見ると大体、大きな有名人、で見ると、3人が、そうですね、新しい人、ボラードも金曜日でした。2人新しい人がまた多可的なことを言いました。でもカプランさんはいつも多可的なので別に大きなニュースじゃないですね。ダリオさんが多可的というのは少しびっくりしました。で、ウィリアムさんはハト的でしたね。特にでかいニュースでは僕はないと思う。ほとんどみんな同じ姿勢を持っているので、金曜日の方がもっとびっくりですね。ボラードさんはいつも多可的ではないので、急に彼が多可的なことを金曜日に言ったのはサプライズでしたけど、今日はあまり大きなサプライズはなかった。おそらくこの急反発は、ポジション的なものかなと思います。アメリカの金曜日18日はこれはメジャー SQ だったんですね。これはオプションと先物、それと先物のオプション3つとも大きく全部、これが3ヶ月に1回全部期限切りになります。はい、でこれが、あって、おそらくオプションのポジションのローテーションとかいろいろして、急激にボラティリティが上がったかもしれないという声が出ています。はい、まだ僕はここの論理には議論を持っていますけど、今のところ大きなニュースはそこです。さてと、いろいろチャートと分析して、この世界の相場回復は偽物なのか、
少し分析していきたいと思います。いつもの通り皆さん僕の専門用語とかわからない、それとも復習をしたいと思ったら概要欄の方を見てください。過去の投資の基本のビデオ、僕が書いてある本、使っている証券会社、いろいろ情報があるので、興味持っている方はそちらの方を見ておいてください。OK、まずはこちらの方を見てアメリカの相場から始めていきたいと思います。アメリカの相場を見てみて、今日はまず SP500 一番大きな株式数を見て、そちらの一番大きな ETF を見て、ボリュームを見ながらチャートを見ていきたいと思います。今日の SP500 は 1.4% 上がりました。はい。で、まず見るとボリュームは金曜日の半分です。でも金曜日は SQ の影響があるので、まあ、これが下がっても、まあ、別におかしくはないと思います。で、今日の上がりを見ると、まあ、初めの方から上がり、まあ、初め値があんまり大きな上がりはなかったんです。ほとんどノーチェンジ。でも1日中上がっていたので、キャンドルがかなり大きくなっています。はい。別に包んでいないですけど大きくなっているので、これもいいシグナルだと思います。しかしマクディを見ると、まだまだこれは下落トレンドが始まったばかりなように見えるので、そう簡単に終わるかなと僕は疑問を持ちます。特に過去のマクディとかを見ると、大体これは最低2週間ぐらいは続いています。まあ、一つ一時的な外れ値は3月の中旬に、これはたった、まあ、1週間ぐらいで終わってしまったんですね。はい。この下落が、なので最低は1週間です。しかもこの3月の下落の時をよく見ると、マクディはクロスしたんですけど、 RSI の方を見ると、まあこれは50を本当に下抜けていません。 49.43 です。でも本当に明確的にRSI を下抜けていなかったです。なので本当のセールシグナルにはまだなっていなかったかなと認識をしてます。で、今回と比べると、まあこの下落が始まったのは、本当にもう16日ばかりですね。はい。なのでまだ1週間も経っていないということが、まず一つの点です。まああと1日ぐらいで1週間が経つと思いますけど、それと RSI は今回は明確的に50を破ってしまいました。40あたりまで行ってしまいましたので、今回の下落は3月のこの1週間な短期的な下落と違うと思いますよ。今回の下落は他の下落、他のダウントレンドと思って似てる。この3月以外のダウントレンド、例えば4月のダウントレンドとか、例えば2月のダウントレンドと思って似てると思います。なので4月と2月を見ると、これは大体最低は2週間は続いているので、まあ、今回もそう簡単にこの下落トレンドがすぐ今日終わったというのは僕は疑問を持ちます。まあアメリカの相場だけではなく、それぞれの他の相場も見ていきたいと思いますよね。はい。特に今日は他に見ていきたいのは、例えばそうですね、まあヨーロッパの相場も見ていきましょう。ヨーロッパの相場も今日見ると、ユーロストックス50という僕が見ている毎日大きな一番大きな50株ですね。ヨーロッパ相場でこちらの方も今日はナイスな、まあ反発が 0.7% ぐらいありました。でも少しがっかりだと思いますね。まあ、始め値と終わり値がかなり差があったんですけど、このキャンドルは、まあ、大体これは金曜日のキャンドルの半分ぐらい、まあ、半分ぐらいよりもうちょっと上かな、だけだったので、ここは少しがっかりをしました。はい。で、このマクリもクロスして、まだ2日、3日ぐらいしか経っていないので、まだこれは新しい下落トレンドかなと、僕は認識をしています。はい。それと、他の相場も見てみると、まあ、これも後で日経平均の解説を、他のビデオで今日しているので、ぜひ皆さんそちらは別のビデオを見てください。でも日経平均も今日上がっていますけど、まだマクリは下落トレンド、まだマクリはクロスしています。はい。それと例えば他の相場、イギリスも見てみると、この反発はこの反発のキャンドルの、まあサイズがだいたいこれ金曜日の半分ぐらいだけになっているので、まだ僕はここに対して疑問を持ちます。はい。他の相場も見ていきましょう。まあインドの方はまたこれまた最高高値を更新しているように見えます。まだマックリーがクロスしていないけど、インドはちょっと違うかなと思っています。中国の方もこの頃かなり違う相場の違う、アメリカと日本とあまり相関していないんですけど、まだ罠ここはまだ下落トレンドが続いているように見えます。はい。それ以外の他の大きな相場、例えば、まあ、韓国、ちょっと分かりづらいトレンドですね。はい。で、台湾もちょっと分かりづらいけど、一応、まあ、マクリは少しだけ下落してます。少しだけクロスしてます。はい。なので、世界の大きな株式相場を見ると、まだマクリトレンドはほとんど下がってます。で、特に大きな指数、日経とか SP500 を見ると、RSI は50を今回は明確に破っているので、そう早く、
1週間だけで終わるというのは僕は疑問を持つかなと思います。はい、まずそれが1点。次に見たいのはこれは国債金利ですね。はい、特に今日は10年利回りの動きがすごく面白いと思いました。アメリカの米国債の金利です。はい、このイールドを見ると今日は面白い動きをしました。はい、どういう動きなのか。これはアメリカの政府が誰かからお金を借りるときに払う利子ですね。これが今 1.489 という回復をしました。でもアメリカ時間の21日をよく見てみるとこの動き一時的に急落しましたね。暴落しまして 1.34 まで下がりました。で回復をした。このパターンはよくシューティングスターという呼ばれてます。まあなんか星がバーって飛んでるような感じのチャートパターンですね。でこれを見ているとまあもしかしてこれ短期的にこの金利の下落は終わったかなって僕は感じをしますね。もしかして金利はここから上昇するかもしれません。少しずつ少しずつ。まだマクリートレンドが明確じゃない。で、RSI もまだちょっと44なので明確じゃないけど、一応このパターンを見ると、まあこれは注目しなくてはいけないかなと思います。で、特にこの金利がまた上がり始めると、まあこれは銀行株に有利で、ハイテク、ナスダックに対しては不利点ですね。はい。悪影響があります。なので、そこも注目するべきかなとは思っています。はい。それと比べて今日の2年国債の金利は全然動いてません。まだ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 これは上がっている最中ですね。はい。なので、ここの方ではまだFRB がもしかして予定より早く金利を上げてしまうという懸念が出ていることが明確だと思います。他の今日の相場を見てみると、まあ、金とか銀を見ると少しだけ反発をしてきましたね。はい、昨日のビデオでも言っていましたけど、僕は金と銀は空売りを数週間前からしていて皆さんにお勧めして、でかなり大きな利益が出て、それで昨日あたりからいろいろと買い戻し利益を確定してきました。まあ詳しくは昨日のビデオをぜひ見てください。特にポジションが極端になり、特にドルの動きが極端という理由なので、ぜひ皆さん昨日のビデオを見ておいてください。まあ少しだけ、安定化、まあ、特に金は少しだけ回復してますね。銀はあまりほとんど回復していないけど、はい、銅の方も今日は少しだけの回復、金銀とチャートがすごく似ていると思います。で今日は特にオイル、原油の方が大きな活発をしましたね。はい、大きな動きで、ここはマクリが上昇トレンドになっている。なのでもしかして今はセクター的にエネルギーの方ではもうちょっと安全にはなってきたかなとは思ってます。はい、で面白くコモディティの方では例えば木材の方も今日はかなり大きな回復がありました。この一応下落も実はまあ、5月からずっと続いているんですね。はい、なのでこちらの方でも少しだけ回復がある。まあこれは木材というのに特に、景気、まあ、経済と一緒に連動するものですね。特に住宅、まあ需要によって下がったり左右されるものなので、こちらの方も上がっているのはまあ少し、兆候がいいかなとは思ってます。はい、まあそれ以来は最後はドルかな。アメリカドルの方を今日見てみると今日は下がりがありましたね。 0.5% の下がり、まあこれも昨日の、FX のビデオで言っていましたけど、ドルはちょっと急激に上がりすぎたと思います。短期的なので短期的だけに1日2日だけ下がるかなというビデオも昨日の FX のビデオで配信しましたので、皆さん興味持っている方はそちらの方を見てください。はい、なのでそちらの方を見るとまあそうですね、ドルのトレンド、まあこれ一時的に下がってるんですけど、この上昇トレンドは僕はまだ終わっていないと思いますね。はい、なので一時的にドルが下がっていますけど、まだまだここからは中期的に、まあ、ドル高が続くかなとは思っています。はい、最後はまあボラティリティでね、ボラティリティも今日はパッて下がったけど、まだこれ上昇トレンドなので、このボラティリティは、高いボラティリティの動きは続くかなとは思ってます。まあ最後これ全部聞いて、どう思うのか、それと皆さんのポートフォリオどういうふうに対応するべきなのか、世界の相場のこの回復は本当に偽物と信じているのか、結論を言いたいと思います。それと皆さんにお金の稼ぎ方のアドバイスです。はい、いつもの通り皆さん投資を自己責任で自己判断でお願いします。それと長期積み立て投資と短期投資で、ぜひ皆さん戦略を分けてください。まだ投資を始めていない方はぜひ始めてください。投資している人、投資してない人、同じ給与でも投資している人は30年後の老後資金は何倍も何倍も投資してない人より上です。はい、データをちゃんと見てください。すっごく重要ですよ。あなたが一生懸命稼いだお金はできるだけ投資に回して、
投資というのは、これはお金の種類ということがですね、これが金融リテラシーに一番大きなのは、投資はギャンブルではなく、ただお金の種類を分けているということですね。株とか国債、コミュニティ、ビットコイン、社債、これも全部お金です。価値観があります。はい。なので今はまあ長期的にはあんまり何も戦略は変えるべきではないとは思っています。はい。今月末、6月末にまた僕は新しい資金を回してどこかに投資をします。毎月毎月僕はこれを10年以上ずっとやってます。で、今月はまた早いと思いますね。いつも僕は、大体今月末にやってますね。なので月末にやってるので、来週またここの決断をしようかなと思ってるけど、今は少しだけコモディティ、アルトコインが面白いかなと思ってます。短期投資では今どうするべきなのか。僕はこの世界相場の回復にはまだ疑問を持ちますね。マクディがほとんど全部ダウンです。株式相場がほとんど全部ダウンです。コモディティもほとんどまだ全部ダウンです。はい。それとボラティリティも見ると、まだこれはボラティリティ指数が上がっています。しかも今日一番注目したいのは、アメリカ10年国債がこれから今上昇トレンドになるとしたら、もしこれがシューティングスターがあっていてここから上がるとしたら、一番危ないのはやっぱりナスダックだと思いますね。はい。この短期間、数日間の間でナスダックはあまり下落してません。で、あまり下落してない理由はこの長期金利が下がっているからです。長期金利が下がると、特にハイテク株は長期的に借金を多く抱えている会社なので、これは費用がだんだん下がるので利点があると思います。はい。それも多分理由としてあまり逆しませんでした、この3日間4日間で。でもこれがまた上がり始めるとしたら、もしかしてパフォーマンス的にナスダックがアンダーパフォームするかもしれないとは思っています。なのでヘッジとして僕はまだ短期投資では、まあ、ETF とか CFT とか先物を使いながらナスダック、特にナスダック100を売るのが優先するべきかなと思います。僕が使っている一つの CFT 会社は下の概要欄のリンクを見てください。こちらは日本語でも英語でもポジションが見えますけど、今は 67% ショートポジションなので、ここからはこのショートポジションはだんだん増えてくるかなと思います。それとヨーロッパの方もまだこの下落は始まったばかりだとチャートでは思いますね。はい。で、こちらの方も、まあ、IG 証券とか CFT とかいろいろ使って、今はポジションは 65% だけのショートなので、そこからもここからは、まあ、もっと大きくなるかなと思うので、短期投資としては、まあ、いい、候補かなと思います。短期投資はまだまだ今は、少し保守的、少し安全的、少し、まあ、これは下落トレンドに備えるために、戦略を立てるのが今は適切かなと思っています。今日も皆さんありがとうございます。これからもチャンネル登録といいねボタンと登録ボタンの横の通知ボタンを押していただければ応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。